日光浴を楽しむ少女日光浴とは太陽光を体に受けることである。以前はリラックスや肌を焼くためや健康法としての側面が懸伝されたが近年は有害性が明らかになってきている。広い意味で太陽光線を体に浴びることであるが穏やかな日だまりを楽しむ日光浴は日向ぼっこの甲に譲る。 本校では日焼けを伴うような比較的強い日差しを肌に直接受ける日光浴について記載する。年齢、性別、人種を問わず、日光浴は様々な人に愛好されている。日光浴は太陽からの光を浴びる行為全般を指すが、上で述べた通り、着衣を着たままの場合では、日向ぼっこなどとも呼ばれ、暖を取るためにも行われるが、日光浴では体温を、 日光の熱放射によって上げることは重要視されず、むしろあまり体温を上げすぎないようにするなどの配慮も行われる。太陽光を浴びることは植物にとっては光合成の上で重要な意味を持つが、動物の場合でも光線に含まれるエネルギーを使って、体の成長や代謝に必要な物質の合成を行うなどの意味があり、適度な日光浴は健康維持の上で有効である。また、 精神衛生上も好ましい影響も見られるため、健康法の中にも適度な日光浴を進めるものも見られる。反面、過度の日照は体温の過剰な上昇から熱中症を引き起こし、また日焼けも旅を過ぎれば熱症となり皮膚炎を引き起こすほか、紫外線の過剰照射は皮膚癌を引き起こし、そこまでいかなくても、シミやシワなど肌の加齢に伴う劣化と同様の トラブルを招く。このため適度な日光浴をするための方法も様々に存在し、中には装置によって発生した紫外線を浴びる疑似的な日光浴も存在する。特に緯度の高い地域では長い冬の期間という気候条件の関係もあり、北欧などでは極めて積極的に日光浴を行う文化、習慣、風俗も見られる。 人体の骨や歯の形成に必要なビタミン D について太陽光を浴びることで紫外線がコレステロールを変化させおよそ必要な分のビタミン D の半分の量を賄っている。ビタミン D が不足すると骨や歯が弱くなったり疲れやすくなったりする。人においては午前10時から午後3時の日光で少なくとも週に2回5分から30分の間 日焼け止めクリームなしで顔、手足、背中への日光浴で十分な量のビタミン D が体内で生合成される。汗をかくことで新陳代謝や体温調節といった機能を活発にさせる。日の光が脳の活動を引き起こし体内時計の調節を行う。調節がうまくいかないと生活のリズムが乱れて慢性的な体調不良を引き起こす。 自律神経の失調症などでも適度な日光浴が進められており、不眠症治療では子外活動で定期的に日光浴を進められる場合もある。日光浴、特に日焼けを目的とする場合には注意が必要である。夏場のような強い日差しの中で急激に日光浴を行い肌を焼くと強い日差し、主に紫外線が原因で、 肌が赤くなったり火ぶくれのようになることがある。これは火傷である。紫外線はシミや悪性の皮膚癌の誘発を起こす可能性がある。紫外線は破壊力が強く人体の細胞を破壊したり変質させたりするためである。これらを避けるためには蒸気のような方法で急激な日焼けを避けること、日差しの強い日は日光浴を避けることなどが挙げられる。直射日光を目に受けると、 視力が低下する場合もある。特に目の色素が少ない青い目の白人などは、日本の5月頃の日差しでも目を痛める場合もあるため、サングラスなどで目を保護する必要がある。日本人でも夏場の直射日光では注意が必要とされる。少なくとも太陽を凝視すべきではない。良い日光浴には、社光による肌の保護も非常に重要である日光浴では、 過度の体温上昇回避の観点から、水遊びや海水浴など一時的に体を冷却できる場所、状況で行われる場合もある。気温が低い環境ではそれほど警戒する必要がない場合もあるが、湿度が高かったり風が少ない環境では要注意である。強すぎる日照は害になることから、ビーチパラソルなどで日陰を作ってその下で休む場合もある。 日差しが強い環境では、日陰でも光が反射して、体に当たるため、特に乳幼児など抵抗力の弱いものではそういった環境でも十分な日光浴が可能である。また紫外線の量を計測する様々な機器も存在し、簡便なものでは腕時計に紫外線量計測機能を持ち、適度な日光浴ができるよう知らせてくれる製品も見られる。 過度の日焼けによる皮膚の負傷を防ぐため、サンオイルを使ったり、日向と日陰を交互に行き来する、数日に分けて日光浴をするなどである。これらの方法によって、肌が徐々に黒色に変化する時間を与え、紫外線から肌を守ることができる。また、目的である日焼けをムラのない綺麗なものにすることができる。長い時間、強力な日光を浴び続けると炎症を起こすだけでは、 なく、せっかく日焼けした皮膚が剥がれてしまい、まだら模様になってしまうこともある。また、日差しが強い環境ではシャツを羽織るなどして、多少、日光を遮断することも行われる。この場合はゆったりとした大きめの着衣の方が、内部空気の移動が大きく、体温上昇が防がれる。色の濃い服ほど日光の遮断効果が高く、黒い色は最も日光を遮断する。 逆に白い着衣はそれほど日光を遮断しない。ロシアのボシビルスクのビーチで裸で日光浴を楽しむ人々欧米をはじめヌーディズムへの理解が進んでいるヌーディズム先進国と言われている国では衣服の拘束からの解放感や全身が直接日光や水や空気に触れることを楽しむことを目的に家族や仲間と一緒に裸で日光浴を行うことがある。 デクリエーション、また、リラックス法として多く実践されている。一般的には、週末や休日などにヌーディストビーチに、カップル、夫婦、家族、仲間連れなどで出かけて、日帰りで、あるいは宿泊して、日光浴を楽しむ。ありがとうございます。